い、さあこの時間は最新情報ではなくて元気いっぱいの浜松オートレースヴィーナスのアリサちゃんに来てもらいました。アリサです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。アリサちゃん、めちゃめちゃいいお天気になりました、はい、本当にちょっと暑いかなって気もするんですけど、うん、はい、風が結構あるので、でも心地いいですね、うん、そうですよね、はい、いやでもこれだけ、ね、雲がないと気持ちがいいですね。いや本当ですね、もう初日にぴったりの天気だと思います、そうですね。あのアリサちゃんは今回は2回目の浜松 G1 なんですけど、はい、どうですか。あの私ヴィーナスになったのが5月なので、うん、はい、前回の G1 ってもう何が何だかわからないままの G1 だったんですよ。ゴールデンレースがすぐだったもんね。そうなので、あの今節はちょっと、うん、あのいろんなことが分かってきた中で、はい、私自身も楽しめるんじゃないかなと思って、うん、今回挑んできました。なるほど、はい、あの今日もね朝からあのお出迎えとかありましたけど。そうですね、うん、どんな感じだったですか。あの今日はですね、うん、私と一緒にあの家康くんが、はい、出世大名家康くん、はい、ゆるキャラ一緒にお出迎えしてくださったので、うんうん、あの結構、うん、お客様も皆さんね、あ、家康くんだって写真なんかも撮ったりして、すごく楽しそうに盛り上がってましたね、うん、ね、やっぱりあの朝からたくさんの皆さん来てくださってましたよね。そうですね、やっぱり、うん、あの3連休初日ということもあって、はい、人もかなり多くて盛り上がってるなって感じがしますね。今ソウロ内感染したばっかりですよね。そうですね、うん、このまま、はい、ソウロ内感染がありまして、うん、どうだったですか。のやっぱ私もちょっと久しぶりにソウル内観戦したんですけど、うん、うんうん、忘れてたんですけど、うん、ソウル内観戦やっぱね楽しい、うん、楽しかった。その感覚忘れてた特にどの辺が楽しいって思ったところですか。やっぱり、うん、もうマシンが走るのが間近で、ね、音とか、うんうん、匂いとか、はい、そういうのがもうぐっと近く感じられるので、うんうんうん、普通にね、あの客席だとか、うん、テレビで見るよりも全然迫力があって、うん、すごくね良かったです。そっか、匂いまで感じられるもんね、近くだとね。そうなんですよ。であとは、うんうん、選手の方の、うん、こう目線だとかっていうのが意外と確認できたりとかもするので、うんうん、あのゴーグルの中のね、そうなんですよ、目が見えるのがちょっとあれドキッとしますよね。そう、うん、なんかお客さんとかなんかおっしゃってました。あ、まあね、うん、ちょっとお話聞いた方何人かいらっしゃったんですけれども、はい、もう何回か来てるよっていう方いらっしゃって、うん、でやっぱり1回行っただけでは、うん、その客席とやっぱり違うので1回行くとまた来たくなるっていう風におっしゃってて、ね、で、うん、すごく今回も楽しかったっていう風に満足してましたね。病みつきになっちゃいますよね。そうね、でアリサちゃんは今日はこの後も盛りだくさんです、はい、そうなんです、はい、あの5レース9レースでは、うん、はい、ベイビーギャングさんのお笑いライブがありまして、はい、そこで MC をさせていただくのと、はい、あとは私の抽選会トークショーもあります、うん、であとは、ギャンブーさんのニコ生にも放送しまして、で12レースはラウンドがあるとちょっと盛りだくさんで一気に慣れてた感じになっちゃうんですけど、コンセプトスタジオ来ないんですけど、コンセプトはね、あまりにも忙しいのでスタジオは行きません。そうですか、わかりました。じゃあ予想コンセプトお休みということですね、はい、またよろしくお願いします、はい、ということでね、アリサちゃんに会いに浜松オートに来てください。お待ちしています、はい、ありがとうございました。